まあ、あの原子力というのは、まあ、昔1960年代ですか、うん、アトムス・フォー・ピースと言って、はい、アイゼンハワーが行って、はい、日本もだーっと原子力発電というのに動いて、もう未来もうすごく明るいという感じからですね、はいはい、まあ、だんだんまあその事故も多いし、はい、まあ、いろんな問題が出てきて、はいはい、それでまあ一時あまり評価されなくなった、はいはいはい、また最近評価されるのか、はいはい、使わざれなくなったと言うべきかもしれませんけど、その原子力の今のあれを見ててもですね、原子力の研究いうのがもうほとんど大学でなくなったんですね。そうですね。先生がその原子力研究所に行かれた頃は、はいはい、まあ、花盛り頃ですか。花盛りから少し下り坂。なるほど。でこういう時期が続いて、そうすると今の今度原子力始めようというのが、まあ、割に国の政策になってきても人がいないですよ、ね、はい、そうですね、まあ、これね、多分先生とご意見違うかもしれませんけどね、はいはい、僕は日本は結構豊かになったわけです、うん、で豊かになってやっぱり日本のお金を何に注ぐかっていうとですね、はいはい、やっぱ文化とか学問とか、うん、まあ、そういうものにかなりね注いで、それで日本のこのそういうレベルを上げるとね、住んでる国民も非常にいいんですね。で私はね、研究っていうのはね、社会の役に立つということはあまり考える人ない。あ、半分はね、いらない、半分ぐらいは日本の国力から言って半分ぐらいはまあ役に立ってほしいと、半分ぐらいはね役に立たなくていいと。だから例えば原子力で言うとね、原子力が300年後に成功するかとかいうことも考えなくていいと、それから原子力自身が役に立つかなっていうことも僕にはすれば考える人ない。なぜかって言ったら、これだけ宇宙の現象が原子力で動いてんですから。そうですよね、星ができるのも何もできるのも、太陽が活動してるのもみんなそうですからね。いや、その点では全く一緒です。一緒ですか、はい、でね、社会のそのつながりという面では、うん、役に立つとか役に立たないとかいうのは一体どのぐらい先見ているかで違ってくるわけですね。そう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 。で役に立つことだけやってると、はい、結局基盤的なところが抜けて、あ、何かしよう思ったら何も足りないという状況になる。これからの社会が、まあ、文化を大事にし、その中の科学技術が本当に真理を明らかにしていくことによって、はい、我々の英知がこう、まあ、もっと未来に開けてくると。そうです。そういうその場を作っていかないといけない。そうです。そういうことですよね、はいはい、いや、その点では先生と一緒ですね。あ、そうですか。違いましたか。坂東先生はね、はあ、坂東先生は偉い先生だから、だいたい役に、そういう先生はだいたい役に立つ研究者にしちゃダメだみたいなことになることが多いんですよ。そうでなくて、はい、そうでなくて基礎研究というかね、まあ、我々物理学会の中ではね、原子核、素粒子、宇宙、まあ、一番、まあ、基礎研究の基礎研究みたいなところになってて、はいはいはい、でそこのとこは役に立つって言われると困るんです。なる。実際にね、なる。やっぱりそういうその人類の英知っていうか、それが蓄積されて、はいはい、いつかやっぱりその自然の中で我々どう生きていくかいうことにつながってくることは確かなんですけども。まあ、それから例えば、まあ、中世には魔女狩りだとかいろんなその迷信的なこともあった。そういったものが今誰も相手にしないっていうのはね、やっぱり今言われたような人類の英知とかそういうものが普遍的になって、そして誰から見ても突然普通の女の人が魔女だっつって火炙りするのはこれおかしいんだというふうには社会が思ってくるわけですね。そういうふうに思ってくるその基盤っていうのはね、やっぱりそのこの役に立つ研究だからってやったからってわけじゃないんですよね。そういうことに対してね、確信を持ってるのがいわゆる学問をやってる学者っていうもんだから、だから学者がその役に立つからやるんだぞというようなことをね、あまり言うのはちょっと私なんかあまり賛成しない。ただ私らみたいな基礎研究やってるとこから見ると、だからといって社会にどうつながってんのかいうことを考えないのも困るというのはありまして、まあ、その辺はこっちから行くのとこっちから行くのかなと思いますけど、まあ、先生のそういう経験っていいますか、そういうものがやっぱ別のアプローチで、はい、結局まあ科学というのは真理を明らかにすることで、誰が何て言おうと、ただ真理は真理なんですから、そこのところを間違えると、はい、学問が言わんでしまうのかなと、はい、いやどうも楽しい話ありがとうございました。はい、どうも失礼いたしました。